Pierde agua. おはようございます。今日はですね、怒涛の一日の模様をですねお届けしようかなと思ってます。まずはですね、朝練に行きます。で、現在時刻は朝の5時50分です。自主練をして、でその後仕事に行って、夜レイブユナイテッドのですね初練習ということで、しっかりね気を引き締めて頑張りたいと思います。とりあえず眠すぎる、マジで。はい、ではですね、今日も一日頑張っていきたいと思います。では行きましょう。しおざーす。あざ、おはようございます。おはよう、何回言うの。あぜがみあぜがべたたさあ、こよいも始まりまして、あ、こよいもじゃねえや、夜じゃねえわ。どうか、お前の方がシートじゃね。はい、ではですね、今朝練終わったんで、これからちょっと職場に向かっていきたいと思います。ではですね、あの職場の方に向かっていきたいと思います。行きましょう。し、今職場付近着いたんですけど、あの出勤する靴忘れて、マジやばいです。サンダル で今日ちょっとあのこれ取り集で仕事します。はい、じゃあやっていきたいと思います。よいしょ。はい、今ですね仕事の方が終わりまして、これからですねレイブの練習に向かっていきたいと思います。まあ、やっぱりチームとしてね初の練習なんで、まあ、しっかり基盤を作っていきたいなと思います。では向かっていきたいと思います。ポンちゃん、ポンちゃん YouTube 一言。ちょっとごつくなった。しようと思ったのにあって、
次。はい、今ですね、レイブユナイテッドの練習終わって、これから帰りたいと思います。いや今日マジ動けなかったっす。夜はちょっときつかったっすね。でも今日しっかりいいトレーニングがチームとしてできたんで最高でした。ではですね、帰っていきたいと思います。はい、自宅の方に帰ってきました。めっちゃ疲れました今日。今日朝5時に起きて朝練して、で仕事行ってレイブユナイテッドの初練習をしてきました。今帰ってきたんですけど、あの時刻がもう夜中の2時ということでやばいっすね。今日はですね、あのレイブの初練習だったんですけど、すごいみんな一生懸命練習してくれましたし、チームの雰囲気もねすごく良くて、間違いなく今後自分もそうですけどチームとしても成長できる環境だなと改めて思いました。しっかりですね、自分の成長、そしてレイブユナイテッドの成長をですね実現できるためにしっかり努力していきたいと思います。では明日また仕事があるんで、今日はもう速攻で風呂入って飯食って寝たいと思います。いつも動画のご視聴ありがとうございます。引き続き飯島由紀、そしてレイブユナイテッドの応援の方よろしくお願いいたします。では皆さん、また次の動画で会いましょう。 See you again!